こんにちは。先日 NHK のクローズアップ現代プラスという番組で認知症高齢者を狙う不動産詐欺について放送されていました。本日はこの件と私の感想をお伝えします。まず番組の内容についてコンピューターの音声でお伝えします。番組では認知症高齢者を狙った不動産詐欺の実態について独自取材をもとに報告しています。詐欺の被害は高齢者に集中し、 特に判断能力が低下した認知症や軽度認知障害、MCI を持つ高齢者が標的とされています。詐欺は巧妙で、加害者たちは電話マニュアルを用いて相手の反応を見て認知機能の低下を確認し、その結果に基づいて詐欺行為を進めていました。具体的なケースとして紹介されたのは、80代の女性が不当に高額な価格で不動産を購入させられた事例です。この女性は認知症と診断されていましたが、 他にも少なくとも61人が同様の手口で物件を買わされ、中には認知機能が低下しているものの診断を受けていない人も多く含まれました。ある被害者は、東京都八王子市のアパートの一部屋を実勢価格300万円のところ、37%の持ち分のみを1600万円で購入させられました。家賃収入は月に約1万4000円で、投資分を回収するにはほぼ100年かかる見込みでした。また 他の被害者である80歳の男性も神奈川県にあるアパートの持ち分を購入した後別の業者にさらに価値のない土地を売りつけられる被害を受けましたこうした詐欺では被害者が複数の業者により次々と新たな契約を強いられ財産が尽きるまで続けられることが明らかになりましたさらに業者は SNS などで高齢者の情報を共有し リスト化された認知機能が低下した高齢者の情報を売買してターゲットにしていました。業者間では「狩り」のように情報を用いて詐欺を行っていたのです詐欺の手口は業者がリストをもとに高齢者に電話をかけ「覚えていますか?」などの話を持ちかけて反応を見ながら認知機能の低下を判断していました軽度認知障害の人は日常生活に支障はほとんどないものの。 他者に認知機能の衰えを悟られたくないため、話を合わせる傾向があります。この心理を悪用し、業者は高齢者に信頼を得て近づいていました。ある高齢者は、訪問してきた業者を、友人のように信頼し、果物を用意して待つことさえあったといいます。国民生活センターはこうした詐欺について注意喚起をしているものの、刑事事件として立件するのは困難です。 実際には判断能力が著しく低下していることを立証する必要があるため、業者は被害者に認知症チェックリストを記入させ、契約時点では判断能力があると後に主張することもありました。このため、被害者が詐欺にあったとしても、業者は当時は判断能力があったとして逃れるケースもあります。法律的には不動産購入者はセミプロと見なされ、消費者を保護する法律が不十分なことが指摘されています。 不動産契約にはクーリングオフ制度もありますが、説明を受けた日から一定期間内にしか適用されず、全額支払いが済んでいる場合などには対象外となります。このような背景から、高齢者の認知機能低下に合わせた法律や制度の見直しが必要とされています。高齢者が一人暮らしで孤独を感じていることが詐欺につけ込まれる要因のようです。こうした高齢者は信頼を寄せた相手からの勧誘を受けやすく、 被害を家族に相談できないまま次々と契約を結んでしまうことが多いのです認知症や mci の高齢者は2025年には135万人に達すると予測されておりこうした人たちを守るための法律や制度の整備が急務とされていますいかがでしたでしょうか認知症高齢者を狙う不老産詐欺は認知機能の低下を悪用した非常に悪質な詐欺です 認知症と診断されていなくても、高齢に伴い、認知機能が衰えた人も被害に遭っています。一度被害に遭うと、繰り返し狙われることもあります。予防策としては以下のようなものがあります。家族や介護者とのコミュニケーションの強化、フィナンシャルガードシステムの導入、テクノロジーの活用、社会的なサポート体制の強化、法制度の強化と相談窓口の整備、 家族や介護者とのコミュニケーションの強化。定期的な連絡を取り、最近の支出や契約内容を確認します。信頼関係を築き、話しやすい環境を整えましょう。フィナンシャルガードシステムの導入。大金からの取引は家族や信頼できる人が承認する仕組みを利用しましょう。テクノロジーの活用。AI で不審な取引を検知し、アラートを送るシステムを活用。 ビデオ認証なので本人確認を徹底します社会的なサポート体制の強化地域コミュニティの見守りネットワークを活用し詐欺防止の啓発活動を行いましょう保護制度の強化と相談窓口の整備厳罰化や被害者救済制度を活用し相談窓口の利用を推奨します詐欺は高齢者だけの問題ではありません今後高齢化が進むと社会全体に影響を及ぼし 治安や信頼が損なわれる可能性があります。これが社会全体の課題であることを認識し、皆が対策を考えて行動することが必要です。私自身も年齢を重ねるにつれ、認知機能の衰えを意識しています。ですので、食事や運動に気を配りながら、詐欺防止策を身につけることは大切だと感じました。これを見ている皆さんも、ぜひ身近な人を守るために一歩踏み出してみてください。 詐欺被害はその後の生活に大きな影響を及ぼします。お互いに注意し合いながら安心して暮らせる社会を目指したいものですね。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。